さてディズニーを後にしまして、 JR と地下鉄日比谷線乗り継ぎまして、今六本木に到着しました。もうね、ホテルの目の前に行ってますので、今からチェックインしてまいりたいと思います。今日はこちらカンデオホテルズさんにお世話になります。やったー。うわ、なんかすっごい綺麗なホテルやね。フロント3階、はい、結構ね今日も朝早かったんでね、もうみんなも疲れに疲れ切ってます。じゃあちょっと早々にチェックインして、よし行こう、3階押して、はい、 OK。 さあチェックイン終わりました。今日のお部屋は1208です。1208、あ、いきなりやね。ハービーです。ハービーです。茶色のカードやね。あ、はい。どんな感じかな。タッチして。ちょっと見ないで。はい、オッケー。おお、今日は一発やね。カード入れてください。一発ですね。オッケー。広っ。やば。広っ。あ、あ、大きい。あ、わかる。あ、なんかすごいな。うわ、やったー。おお。すげえ。なんか素敵。へえ、あ、これがなんとかっていうやつよね。なんかソファーがね、あるのよ、ここにね。ちょっとこれ寝転がって、素晴らしい。ちょっとこれ結構ダブルベッドも広い。ここで寝転がって、ここ寝転がって。さあこちらですね、カーテンを開けると、おーじゃあしたね。もう早く食べよ。あそこの29階 YouTube スペースで撮影させていただきます。結構高い。あの東京タワーがね近いはずなんですけどね、残念ながらねここからは見えない様子です。関東京タワーは違う。東京タワーのかない。さあちょっとホテルで休憩してね、お尻回りましたんで、今から晩ご飯食べに行こうと思います。わ、ツルトンタンだ。ツルトンタンね、大阪にあるのはよく行ってたんですけどね、これ本店かな。まあやっぱりツルトンタンやね。うどん美味しいよな。さあそれではですね、今からお風呂の方にね行ってまいりたいと思います。ここのお風呂がね16階にあるそうで、とってもね夜景が綺麗なお風呂だそうです。カードタッチして、で16階、はい、お風呂上がってきました。もうねめっちゃくちゃ気持ちよかったです。お風呂の中ですけど、浴室が2つあってね、で1つがね露天風呂っぽくなってましてね、でそこから東京タワーの景色が見えると、まあ最高な景色でしたね。じゃあ今からお部屋戻って、まあ、ちょっとね一杯だけ飲んで寝ようと思います。まあ、明日がねいよいよ YouTube スペース東京でね撮影させていただきますので、しっかり体調万全に整えて臨みたいと思います。
はようございます。東京旅行おつためでございます。はい、今朝はね、素晴らしい天気、見てください、この青空。さあ、そろそろ朝9時になりますので出ようと思います。すごい席やな。さあ、これで第一空港ビルまで向かいます。
もご配慮いただきますようお願いいたします。